5月の市議会、6月の府議会において広域一元化条例に関する議案が可決されました。大阪市の成長戦略とまちづくりに関する都市計画を大阪府に事務委託するという広域一元化条例。しかしその実態は今回の議案を見てみると強引な解釈と脱法ともいえる条項でまとめられています。今回定められた条例によって今後どのようなことが行われるのか、また市民にとってどのようなことが危惧されるのか、これまで広域一元化条例に関して議案を読み込み SNS 等で発信を続けている川島議員にお話をお伺いしました。今日はその2回目。はい、市会議員の川島です。よろしくお願いします。大規模な都市計画決定権を委託をしたので、地方自治法に基づいて事務の委託をしますというときは自分のところの部局だけでは、部署だけでは、職員だけではできないんで、だから力あるところにお願いしますって言って普通お願いするんですけど、大阪府にはその力がないということで、結局大阪市の職員が行くんちゃうんかということを僕らずっと指摘してたんですけど、結果的に都市計画決定権を大阪市から渡したこの仕事の部分、府の仕事、市から府に渡した仕事と、もともとの市の仕事と、もともとの府の仕事と、この3つの仕事をごちゃごちゃにして一つの組織を作りましょうっていうのがこの規約なんですね。で、彼らの理屈は、いやいや人事交流なんですと人事交流なんでできますという理屈なんですね。だからもうむちゃくちゃな理屈を成り立たせるためにむちゃくちゃになこの組織を作ったっていうのが私から見たら正直に感じるところです。なんかいいことばっか言うけど、本質は事務委託したところの仕事ができる力がないから、そこに市の職員を入れるための理屈をこうやって作ったなっていうふうに感じてます。はいはい、府に、大阪府になります。共同設置なんです、あれなんですけど、基本的には人件費は府で払うことになるので、その分は大阪市が負担するということは答弁ではもらってます。だから大阪市の職員分は渡します、お金を。で、府で給料払います。だからね、すごく不思議で、今回のね、議案の中で万博推進室っていうのが一緒にこう設置される話が出てて、期間限定じゃないですか、万博とかだったら。だから期間限定でやっぱり人出して作っても終わったらまあ解散ねって言うのってまだ理屈わかるんですけど、これって半永久的に続くわけですよ。だからそれでこの組織って普通感覚的に見たらおかしい組織作ってるよねっていう状況なんですね。なんか万博とか、まあ僕ら反対やったけど、福祉と推進本部とか住民投票までこの部署作んねんやったらわかるんですけど、全く理屈がわかんない作り方になってます。じゃあ半永久的になった時に、じゃあ僕らサラリーマンの経験があるんであれなんですけど、じゃあ人事評価ってどうすんのって必ず出てくるんですよ。副職局やったら半々にして全部交互に役職つけていってるから問題ないって言うんですけど、いやそこまでしてね、半永久的に続く組織作るんやったら、もう最初から元に戻して分けとけよという話になるので、彼らが言ってる統治機構改革っていうのは結構無駄を作るし手間かかるしっていう話だったっていうことが、今回のこの大阪都市計画局を作るときにちょうど前にあった福祉と推進局と合わせてみると、結局なんかやってることってむちゃくちゃやんっていうことがこう分かるわけですよね。もともとの条例がありました。で、事務委託の規約がありました。ほんでこの組織作る規約みたいなのがありますって言ったときに、じゃあこれがね全部ね一つの論理的にね同じ目的とか同じ趣旨でつながってるのかって言ったら、つながってるようには見えるけど、全部それぞれに政治的思惑が入っててそれぞれ都合のいいようにできるようになってるという、これが僕実はみんな騙されてるとこやなと思ってます。みんなこれで一貫してて論理的にきちっとできてるもんやと思うんですけど、論理的に全くそれぞれがそれぞれの思惑で作っちゃってるから、僕は論理的なつながりっていうのがないような議案だったって今回思ってます。はい、本当に場当たり的な組織の作り方やと思います。本来事務委託をするとこの権限がなくなりますので、これも非常に大きな問題だなと思ってて、こういう成長戦略、バクッと大阪の成長戦略とか書かれてますけど、例えば経済的な問題をっていうときに、
そういう政策を書かれたときに、じゃあ大阪市の中小企業のことを考えたら、いや、このせい、こういう方向じゃなくてこっちやろうということを大阪市が考えたすることがもうできなくなるんですね。これから大阪は府が考えた中でやらないといけないので、僕はこの中小この広域関係でこの非常にこう成長戦略言いますけれども、本来の中小企業のあり方っていうのはこれだけでは絶対見れないと思っているので、かなりこの委託をしたことによって、本来他の市町村では持っている自分たちでかけるはずの権限を渡しちゃったということで、これも大きな経済にとって、特に中小企業にとって厳しい状況になり得るなと思っています。この条例でもそうですけど、委託をして計画を書いて、じゃあこうしましょうってなったら、予算については大阪市としては大分の負担ということが出てきます。だからそこについても、本来自分のところで考えて、当然ながら自己決定自己責任っていう地方自治のこの自治の原則で考えたら、向こうが決めて金出すことも決めて、でも自己決定できへんけど自己責任だけ持たされるみたいなことになりかねないなっていうふうには思っています。はい、だから本当にこの委託っていうのは自治体としては本当にいろいろ勉強してるときにあったのは、自分とこでどうしてもできないから委託するんだっていう話なんですけど、できるものを渡すっていうのは本当にこの自治っていうものを考えたときに大きなリスクを負うなと思って、でも自治っていう話を今市民の皆さんとしてもなかなか理解できないんですけど、自分たちの町のことは自分たちで決めるという自己決定で、それのやったことによって責任、これも自治として受けなあかんねんでっていうところが基本なんですけど、これ効率化とか合理化のその理屈ばっかりで話が進んでいって、本来の自治というものをが軽視されている可能性があって、ここは銭勘定ではなくて、本当にこれからの地方自治とか民主主義考えた時には、これがちょっと大きな課題に大きく課題が大きく広がっていく可能性があるなっていうことは危惧しています。今政令指定都市として権限持ってやってて府もやってて、でもそれを無理やりこういう形で事務委託やってる中で本当にメリットが出るのか、それは今以上のメリットが出るのかって言った時に、よう頑張っても今のレベルにはいかないと思ってるんで、どこかではメリットっていうのが分からないんですね。でデメリットでいくと、現実にこれ例えばこの費用負担、例えば都市計画の方の規約も含めてこう決まって、じゃあこの費用負担こうでやりましょうねって決められて、でも社会情勢が大きく変わった時に計画やっぱり見直さなあかんよねって言った時に、その権限を大阪市が持っていないのに、じゃあ大阪府にその、ね、計画見直してくださいっていうのをお願いしなあかんわけですよ、大阪市として。でも今までやったらそんなこと自分で決めて自分で計画直して、それからの投資をバッと切るとか抑えるっていうことは可能やったんですけど、請求書だけ来るようなこれからの状況のことを考えたら、市民にとってというか大阪の自治にとってどうなんですかっていうことはみんなに真剣に考えてもらいたいなと思いますね。だから本当に今回の議論で僕がたまたま自治という言葉を討論でも使ったりしてたんですけど、自己決定自己実現って前の時も使うんですけど、どうしても銭金の効率化とかそんなので議論するんですけど、そうじゃなくてやっぱり自治の問題ですよねっていう話で、そこが結構大阪の議論の中ではもう飛ばされちゃってるんですね。新自由主義的な発想の議論になってるんで、明らかに自治という言葉は知らん間に消えちゃってるんですよ、議論の中から。でも本当はそこですよというところをやっぱり分かってもらえないなと思ってます。今回は川島先生に広域一元化条例およびそれに続く規約について詳しくお話ししていただきました。この一連の状況が単なる行政機構の移管や予算の収奪にとどまらず、本来の権利として持っている自治権を放棄し責任だけを負わされる、このような不幸せな条例であることが分かります。そしてこの状況を解消するために、大阪市及び大阪府両議会での規約の破棄が決議されなければならないということ、そして新しく設置される大阪都市計画局が半永久的に続くいびつな機関であることが分かりました。民主主義の中でも特に重要な自治、住民自治を放棄する一方で、大阪市税の大きな部分が大阪府に自由に使われてしまい、
しかも最終的な責任は負わなければならないという状態は、地方自治にとってあってはならないことです。絶対に手放してはならない自治権をあえて差し出す条例に賛成を投じた議員は、市民に対する背信行為を働いたと言えるでしょう。UCOではさらにこの問題を追いかけてまいります。